オエデン、A 店の羅針盤に出張だー。おーおお。見える、オペ。できるわけないでしょ。私のミエルを犬みたいに扱わないで。だがな、今日は哀れで帝国のお荷物である主様がこっちに来るんだ。せめてミエルに芸の一つでも覚えさせておかないと失礼であろう。そんな芸なら、エンペラーベスティアの子たちにやらせればいいじゃない。私たちは天使よ、天使。オペ得意だよ。ふん、まったくネル姉様は主様が来るだけではしゃいじゃって。どうしたの、ウル、嫉妬してるの。勘違いしないで、ルラ姉様。私ははしゃいでるネル姉様に呆れてただけで。うんうん、大事なネルが取られたみたいでモヤモヤするわよねー。だから違うってば。ベル、お勤めご苦労様です。どうだった、帝国は。よかったと思う。そうですか、私も、ヘブンズハート、で2番目に強いベルに行ってもらえてよかったわ。安心感が違うわね。ネルの方がいいと思う。確かにネルは一番強い上に私たちの中で言えば長女、次女のベルや三女の私とは違う。でもねー、ネルを派遣したら専属神の人たちに悪い。納得したと思う。今日はみんな浮かれてるわね。主様が来るからかな。そうだねー。だからわざわざみんな私たちの拠点、A 店の羅針盤に来てるしね。私もいつもよりかなり早起きしてきたから眠くて眠くて。フラ、みんな玉座から降りているんだ。フラも降りておけ。いいじゃん。別にみんな好きで降りてるんだから。だから私も好きでこの玉座でいさせてもらうよ。まったくフラにはまず礼儀を徹底的に教えないと。さあ、あとはミールの案内でここに来ればいい。ゴキブリ系男子の主様はいつ来るかな。あー、帝王様に会える。嬉しい。早く会いたい。視界に入ったら突進したい。わあ、帝王様だー。帝王様、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 帝王様。楽しみ。ほら、もうなんか匂いとか気配とかもすっごく身近に感じるよ。ミール、何ぼーっとしてるの。すいません、少し考え事をしておりました。では、ピオエデン、A 店の羅針盤にご案内します。ご同行されるのは専属神のソルテとラルでよろしいですか。ああ、それで頼む。それにしても何度見てもすごいわね。なんかワクワクするわ。私も最高峰の天使族の神と鬼族の神に会えて嬉しいですよ。それでは行きましょう。すごく高度で濃厚な波動。この波動は帝王様が本来扱えるものです。きっと数年後には身近で感じられますよ。では行きますね。それでは用件が終わりましたらすぐに戻ります。あれ、ミールも一緒にいたらいいのに。嬉しいお言葉ですが、今回はそういうお約束なので。それにあんまり長居するとボロ出しちゃいそう。ではまたよろしくお願いします。はい、では楽しんでいってください。すごいな、ここがネルたちの拠点か。そうであろう。私たちはセンスがいいのだよ。無欲の主様。できれば、主を見るセンスや男を見るセンスもいいと思わせてほしいがな、主様。それは俺からは何とも言えない。すごい。私ですらそこが見えない。もしかすると帝王神様より強いのでは。二人もよく来てくれた、主様の秘書、鬼人ソルテ。そして、ミエルたちの要望で来てくれた、天使人、ラル。本当は全員呼びたかったのだが、ここは神聖な場、主様やミール以外では5名以上の入室を許してないんだよ。そうなのね、それで私たちはどうすれば。ぜひ、つろいでくれ、言い方はあれだが、マイホームに友を呼んだようなものだ、他の子たちと戯れてくれたらいい。わかったわ。さて、この哀れで無知で無能な主様をどうしようかね。おいおう、随分コンボを決めてくれるじゃないか、機嫌がよろしいようで。わかるか、さすがは鈍感で無神経で地雷爆破犯の主様だ。話が多いほど嬉しいってことか。わかりにくい。主様にはまずほとんど接点のない、ヘブンズハートのメンバーと話してもらいたい、交流会というわけだな。まあ、私にしか興味が湧かないのもわかる。それほどまでに私は魅力的だからな。はいはい、すっごく魅力的、ネルが一番。だからとりあえず紹介してよ。まあ、と言っても地球で軽く顔くらいは見ていると思うから復讐感覚だ。主様、お元気そうで何よりです。神も元気そうで何よりだよ。以前はベルを貸してもらって助かったよ。いえいえ、本来私たちは主様に使える存在。主様が求めるのならどんな命でもお受けいたします。大きくでたな神、ならば卑猥なことをお願いされても笑顔で率先してやるというのだな。この地上め。メルはちょっと黙っていてください。有言実行は大事だと。思う。
まあ、ベルもそう言っている。主様神にどんな命令でもしてもいいぞ。気が狂ったように笑顔でこなすぞ。メルもベルも人が悪い。まあ、神もベルも相変わらずってことで。古参の三人だからやっぱり馴染み深いね。特にベルは最近一週間ほどミゲルと一緒にずっと玉座にいたからね。次は私が出向こう。結果です。ネルが言ったら帝国の人に迷惑がかかります。よって私が許可しません。ほう、なら構わん。直接主様に呼ばれたらいいだけのこと。なあ主様。そして、次だ。まだまだ、ヘブンズハート、はいるからね。大主様、私は無下に扱われるとひどく傷ついてしまうのだ。もっと丁重に扱え。丁重に扱ったらめんどくさいと思う。ほう、ベルいい度胸だ。後でチェスで決着を決めようではないか。絶対に負けないと思う。それでは次に行ってください。ここにいたら長くなりますよ。そうだね。ほら行くよ、ネル。もっとしっかりしろ、フラ。まったくどこに行ってもマイペース。それでは私たちの評判が下がってしまうだろう。別に下がってもいいし、椅子から降りたんだからいいじゃん。硬いな。まあまあ、ノラ、今日は特に特別な日でもないんだから自由でいいよ。主様、お見苦しいところをお見せしてすいません。そうだな、本当に見苦しいから主様が帰ってからにしろ、まったく。お言葉だけどね、ネルたちがフラを甘やかすからこうなったんだからね。硬い硬い、そもそも我らは女帝、存在自体がすでにミガドルエデンの中でも特別だ。特別だぞ、なら特別個性を持っていても全然おかしくないというわけだ。ネルがまともなことを言っている、それともただのヘリビツか。ほらね、ネルもそう言ってるんだし。間違ってないはず。間違ってないよ、ノラ。つまりネルやフラの個性が特別で許されるならノラだって間違えてないんだから。ああ、主様。ありがたきお言葉。知らぬぞ、主様。この堅物を調子に乗らせると。そうだよ。特に私への被害が。まあ、とりあえず仲良くやってね。あれ、もう行くの？まあ、最初は軽く挨拶しておきたいからね。そうですね。お時間を取らせてしまってすいません。では次に行こうか、主様。いらっしゃい、主様。私もウルもこの時を待ちわびていました。勘違いしないでくださいね。私は別に待ってなんかいませんからね。典型的ツンデレか。ウル、主様の世界ではその言葉は、あえて嬉しい。ずーっと待ってたんだからね。って意味になるぞ。メルメイ様、そんなことないですよ。私は本気で。残念だったな、ウル。我々の主様に対する好感度でわかるんだよ。ツンデレだって。そうですね、専属神に劣るにしても私たちの主様に対する好感度は専属神と同等、隠しきれませんよね。コメントに困るからノーコメントで。むっつりでスケベな主様も認めてしまえばいいのだ。そうすればすぐにでも18金作品に格上げできるぞ。18金ダメ、せめて15金。よし言ったな、それでは15金にどっぷり使った内容を。ちょっと静かにしてもらって。主様、ネルネイ様に失礼です。ネルネイ様は口は攻撃的だけどメンタルは薄い薄いガラスなんだから気をつけてください。どっちかっていうとウルがネルのメンタルを最後壊したわね。ネル、私で良ければ直すよ。心の傷だって直せるものは全部直してしまうんだから。後で頼む。とりあえずこれで全員と久しぶりに話せたし、ミエルたちのところに行ってみるか。そうだな、主様よ。おお、天使同士盛り上がっているな。そうね、ラルは私、レイアポストールの天使よりも格上の天使ですからね。ラル様って私たちで言う天使たちの神様。だから会えるだけでもすごく光栄で。へぇ、なら普段から俺ってすごい人を側近に置いているんだね。すごいのは知ってたけど。私たちもですよ、契約していないにしてもミガドルエデンの住人全員主様の従属ですから。パト様はこれを機に私のことをもっと大切にしてくださいね。結婚してるよ。もっとですよ、過保護くらいがちょうどいい。いや、むしろ俺が逆にかなり過保護にされてる気がするんだけどね。そういえばソルテは、候補生の子たちに会いに行ってるわよ。あの子もう立派な秘書ね、もう側近に向いているかどうか見定めてるわ。まだ候補生としているのが2名、そしてまだ生まれてすらいない候補生が21名、まだまだ主様には頑張ってもらわねばな。多いね、ということは最終的には、ヘブンズハート、で構成員30名になるってこと。そうだな、そもそも私たちの神名は、エンペラーズハート、だがそれがまだ未完成ゆえに名前が違うのだ。そもそもミガドルエデン内では女帝って呼ばれているほど、確かにその名前の方がしっくりくるわね。そういうことだ、つまり主様には頑張ってもらわねばということだな。はい、頑張ります。どう頑張ればいいかわからないけど。それじゃあ俺はソルテを迎えに行ってくるからみんなここにいてよ。そうだな。ではその間にこの天使二人に曲芸を教えておこう。なんだよ。あ、いたいた。おい、ソルテ、テルー。主様、わざわざ外まで来てくれたんですか？テルも入ったらいいのに。それが正式な構成員ではない子は入室ができないらしいんです。そうそう、あの盾
建物は構成員のヘブンズハート、地下出入りできない神聖な場所だから。他の種族は別に問題ないんだけどね。同種族ゆえのルールってわけか、なら仕方ないね。でも私だって頑張って構成員になるよ。そうですね、この子はすごく話しやすい上にやる気もありますから、ぜひ私たちのところでも面倒を見てあげたいですね。いいと思うよ、何事も経験だしね。そういえばもう一人候補生がいるって聞いてたけど来てないの？あ、エルッチか。エルッチは主様が存在に気づくまで現れたくないらしいから来てないよ。乙女なのかしらね。うん、下手に会わない方が。いや、どこかで聞いてるかわからないし。そう、ならソルテは悪いけどテルの相手してもらっていいかな。俺も合間合間で抜け出してくるからさ。わかりました、今回の私はその方が良さそうなので。気を使わせてごめんね主様。いやいや、それじゃあ頼むよ。今の俺はなぜ彼女の名前を忘れていたのか。確かに以前どこかで会ったはずなのに。もしくは思い出してはいけないと体が、いや本能がそう言っているのかもしれない。主様、あなたは私を覚えることはできない。なぜなら本来私は最後の最後まで生まれてはいけない究極系だから。だから、もう私を思い出すことをないようにね。縁王の究極系、L、陰ながら主様をお従いいたします。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。